Let us give you our power. この注射で決めせくしようぜ。まさ、僕そんな年齢の知識全然知らないんでね、せいぜい闇金牛島くんで知ったくらいしかないんですけどね。あれ、なんかちょっと若干字幕が切れてる。なんで？あれ？この魅力に、ぬん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 って。ちょっと待って、なんだろう。まあよくわかんないけど、まあまあ仕方ないですね。ちょっとごめんなさい。まあまあ大体皆さんもうご覧になったことあると思いますんで、何が書かれてるのかっていうのはご想像にお任せしますということでね。起きろ。おっさん。起きろ。おっさん起きて。おはようございます。ということで、先ほどのね、先ほどのというか、まあ、前回パートで、SM プレイを楽しんだと思ってたんですけど、やっぱりそれじゃ飽き足らず、もう一回ちょっと SM プレイやりたいなっていうね、ちょっとルイスさんの強きご要望を賜りましてですね、改めて男同士の SM プレイをね、ちょっと繰り広げている最中でございます。はい。本当は俺、こいつとプレイがしたいんだ。ああ、わかるぜ。こいつの、ダイナマイト、やばいぜ。ダイナマイトというよりはミサイル搭載だな。マジかよ。挟まれるっていうのはどうだ？いや、違うな。先端をクリクリする方がいい。なんでそんなことがわかるんだ？感度がいいんだよ。下の口もなかなかいいけどな。ちょっとこれはオブラートに包んだ言い方にしてるとしても、あまりにもこう、言わんとしてることがドストレートすぎるから、ちょっとあれだな。ダメだな。ということでね、はい。まあ、ブルーホースでございます。今更の挨拶でございますが、よろしくお願いします。ということでね、今の会話がちょっとムラムラしたよ、興奮したよっていう方はね、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、応援していただけると嬉しいでございます。はい。ということでね、前回は 1-1 チャプター、なんとかね、爆弾に飲み込まれながらもね、ホルモンは、千枚が好きですよっていう謎の暴露をしながらね、クリアすることができましたんで、まあ、プロフェッショナルをね、今やっているわけなんですけど、まあ、今回はね、チャプター1の2ということで、警告になるのかな？警告？まあ、とりあえず谷、何のための、谷なのかっていうのがよくわかんないけど、まあ、そこをね、クリアしていくというようなパートをやっていこうというふうに思います。サンプルってやつを見、あー、てぽい、あ、またある。お前らずるいぞーって、お前らだけ SM プレイしやがって、お前らが M だったら俺が S 側をやってやろうじゃねえか。うりゃ、これがご褒美だろう、ぬ。あれ？おかしいな。ヒャー！え、本当の SM プレイ！ドゥイクエ！なんか噂だと、その RE4 でさ、なんか首が折れてさ、ニュリ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 って出てきてる、なんか最初の第一村人っぽいやついたじゃないですか。実はレオンがこうしたやつが、その寄生虫が首元から出てきて、襲ってきたやつなんじゃねみたいな噂とかも出てきてますけどね。まあ RE4 のね、発売日が近づいていけば近づいていくほど、こう、どんな内容なのかっていうのがすごい楽しくなってきますけどね。まあ、バイオの、なんだろうな、このバイオ4自体はあんまりホラー要素っていうのないよね。まあ、ちょっと城が怖かったかなとかくらいだけど、その村の夜パートもあって、あれ？死体がなくなっている。バイオハザードはホラーだった。かん。ということで判断が取りましょう。そう。だバイオ4、バイオ4自体はなんか、まあ、城のパートが若干その虫とかがさ、出てくるのが怖いっていうか、まあ、ホラーの怖いというよりは、なんかどっちかというとドッキリみたいな怖さだったりするよね。本当はライフルの弾とか持っていけたらいいんだけど、まあ、アイテム欄圧迫するからね、意外とね、弾がね、飽和するっていうのが、なんかよくあるパターンなんでね、結構バコバコ撃ってるつもりなんだけどね。うん。まあ、それでも、あんまりその、弾の消費もしきれないっていう感じなんで。よし！相手、ああ、そっか、レッドハーブがないから、回復、うわあ、これ、なんか心と、もとないな。まあ、なんかこれまでの傾向だと、3回攻撃食らったら死ぬみたいな。1回目で高所になって、2回目でデンジャーになって、3発目でお亡くなりになるっていう。まあ、まだギリギリ、死の瀬戸際まではたどり着いたものの、お亡くなりにはなってないけどね。いいのが揃ってるぜ。買っていくだろう？やっぱアタッシュケースを大きくしていくっていうのはセオリーだよね。うん、オッケー。で、マシンピスト、あ、お金が足りない。ちょっと待って。まず先にちょっと売却します。まあ、これをとりあえず全部売っ払って。ステインはいいかな。
ライフルも欲しいんだけど、まあちょっとこのライフルはまだいいかなっていうね。まあ、なんだかんだマシンピストル最強説だからね。うん、こいつがありゃ、雑魚敵は一周できるからね。ということで、ちょっと、あ、ちょ、行き過ぎ、よいしょ。んで、これを動かして、埋めて。OK かな。よし。で、改造は、あ、ショットガンとハンドガンだけか。どうしよっかな。一旦はいっか。マシンピストルまた改造できなかったんですか？販売直後はまだ、それが限界ですって言われるのかな？ハーブ、OK。よし、来た。まずはこれをね。組み合わせて。よし。じゃあ、やっていきましょうか。警告ね。ノーダメで行きたいところだけど、まあ、何度も死にかけるか、もしかしたら本当になくなるかだよね。どうなるかっていうのは、ちょっと、まあ、ドキドキワクワクしていこうか。オープンセサミ。うるせえ、分かってんだよ。俺が通るぜ。切り刻んでやる。落ちろ！あ、そっちか。落ち方が。ほい、ほい、ほい、オッケー。あー、ちょっと待って、斧は危ない、斧は危ない。あ、ちょ、よった。あれ、ちょっとアルコール入ってる、君。酔っ払いがー、オッケー。あー、危ねー。ちょっと待って。あ、なんか、急な、その、後ろ振り返りたいのに、なぜか180度回るっていう、ドン。あー、落ちてた。こいつらが、あー、ちょっと待って、なんで振り返ったんだよ、にゃろー。ミスったべや。くっそ、間違えた。回復。どうしよう。じゃあ、危ない。とっさキック。あ、来てる。はい、オッケー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。てか、なんでこんな危険なダイナマイト持ってんのよ、ほんとに。ダイナマイトでこいつら何をしようとしてるんだ。あ、なんでだよー。ちょっと待って、あ、また。はい、ありがとうございます。なんか、セルフで、どんどん倒しててくれてるんですごい楽ですね。はい。弾の節約、その代わり体力は削れていっている。あ、マシンピストルの弾、ごちそうさまです。ちょ、先に進みたいけど先に進めない説。うん、ぬん、あ、そっち行くのね。よいしょ、オッケー。キック。これで死んだ。まだ生きてんのか。しぶといですね。上で、あ、まだいるね、上に。あいってー、ちょっと待って、これはまずいかもしんないけど、だからおかしいだろ、ニット帽の吹っ飛び方がよう。普通キャップとかさ、麦わら帽だったんです。これ前回のパートで言った。とりあえず使っとくしかない。もう一個だけ、こうちょっと、下がって。まだダイナマイツがボインで、はい。キック、オッケー。フラフラしてた。あ、地味にあの旗に教団のマークがあったんだ。知らなかった。あ、キック。よし、オッケー。なんか、まとめてやってる。こいつらにはあれなのかな？死に対する恐怖っていうのはないのかな？だってさ、味方の足元にさ、ダイナマイトぶちのめしてくれて、落ちてってる。階段の降り方が、すごいあれですね。大胆でございますね。はい。切り刻む。オッケー。キック。金取る。生きてる？ラジバン出る？で、オッケー。チキ。はぁ、一旦落ち着いたか？弾の数的には、また、ハンドガンでいいか。よし。で、こっち、あ、でも上いるね。もっちり上いるね。てか、これこっちにも来た時点で、敵が、ワンサか、増殖してくるんだろうね。まあ、とりあえず、キック。アンド、タブキ。脂肪が厚いようだ。あ、来てるね。もうすでに来てたね。あ、ちょ、あれ？ちょ、なんで、怖い。キック。あ、岩に当たってたのか。やろ、岩邪魔め。邪魔岩。さあ、登っておいで。登っている間に。帽子。そう。こうやって、あ、でもちょっと待って、おかしくない？弾装填。帽子は飛んでいかねえのかよ。キャップ。ニット帽は飛んでいくのに。普通に被ってる帽子は、おっさん起き上がってくんなよ。蹴られとけよ。よし。切り刻んだったっけ？なんかいるよね。そう、バイエルとかね、ステージが広すぎて、未だにこう、なんかこう、寄り道ばっかりしてて、バッジが全然集められてないっていうね。ダンバッジじゃなくて、なんだっけ、あの、スター団のバッジとか、普通のチャンピオンロードのバッジとか、あと主とかもね、なんか本当に
まあ、嫁さんが、その、まあ、ポケモン、なんか、あんまやらなくて、で、逆に、その、僕がね、どっちかっていうと、あの、スプラに嫁さんハマってて、まあ、スプラ、嫁さんやってて、僕があんまりスプラやらないって、まあ、お互いに全くやらないわけじゃないけど、その、ね、スイッチをシェアしているっていうのがあるから、まあ、それぞれね、ちょっと進むペースとかね、遊ぶペースとかっていうのが、下手くそ。まあね、のんびりしてる感じがするんですけどね、まあ、いいじゃないですか。僕は今、あの、嫁さんがスプラやっている横で、このバイオをね、あの、これはあの、パソコンでやってるからスイッチシェアする必要ないからね、それやってるっていうね。だから、あの、多分嫁さんからするとさ、あの、ね、スプラでさ、あの、集中してさ、全集中してさ、あの、インク塗ったりとかさ、ガチマチとかバイトとかいろいろやってるんですが、今バイトやってるんだけどさ、バイトやってるってさ、あの、酒、特にあの、金鮭のさ、なんだっけ、あの、光バイとかが出てきた時とかさ、すごい集中してさ、逃げなきゃいけなかったりするのにさ、僕がこんな風にさ、わけのわからないこと、ベラ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 喋ってたらさ、もう本当にうざいからやめてって言われかねないんですけど、まあそこら辺がね、結構ね、うちの嫁さんね、あの、非常に寛大でね、僕がこんなベラ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 喋ってる横でもね、あの、全然普通にゲームやってね、あの、時々ね、あの、耳打ちでね、死んだ死んだとかね。横でね、死んだとかって言ってくる。大丈夫、まだノーデスですからね。まだあのゲームオーバーなってないからね。あのそこら辺は、はい。あの、残念ながらご要望にはお答えすることはできてないですけどね。だから、斧は投げるな、切りつけてこい。そんな危ない使い方しちゃダメよ。お母さんに習わなかったの？斧は投げないよって。包丁とか切るときに猫の手をしなさいっていうのとかね、あの当時はその猫の手の意味がね、あんまりよくわかってなかったんだけど、自分できちんと料理をするようになってきてから猫の手のさ、偉大さっていうのがよくわかるよね。あれやっぱ指伸ばしながらやってたら、普通に切り刻むっていうね。まあ、あの、切り刻んだことはないけど、あ、でも一回、あのね、ちょっと前だけど、3、4ヶ月くらい前かな。だけど、あの、アボガドを切ってるときに、種をゴリッと、あの、切ってたときに、種ごと切ろうと思ってやってたら、あの滑って普通に左手の人差し指なんで左指の人差し指って人差し指何もんだよ。あの左手の人差し指をゴリッと切っちゃったっていうのは あんなサクッていく。そうだから包丁をたまたまその研ぎ石で研いだ後だったから、これ来てない大丈夫、来てない、オッケー、あと3体だけかな。じゃあよいしょ、オッケー、爆発資産来てないね。チキッキ。そうなんですよ。だからやっぱりあの硬いもの切るときとかは、そのなんか力で押すというよりはやっぱりゆっくりこう押したり引いたりして切り刻んでいかないといけないですよね。あいつ体力たっけ。これ9発使ったあんな雑魚に。クソ、やっぱ熱い脂肪があるからなんだろうな。多分いろいろ出てくるキャラの中であいつが一番デブだよな。よいしょ、あ、でももう一人デブキャラいるよな。あれ最初に出てきたね、村人さんなんですよね。だからあれ、あの、ゾンビじゃないのかって言ってたけど、ゾンビです。あの、普通にしれっと起き上がってきてるから。あ、でも気づいたらハンドガン弾があった。10発しかない。しばらくこいつだな。オッケー。あ、ちょっと待って。その降りた瞬間に出てくるなんて、その卑怯なことしちゃダメよ。二人仲良く。なんでやねんって。同じやり方してるね。で、やつはどうする？来る？あ、危ない。よし。行く。今行くよ、蹴るよ。刻むよ。よし、オッケー。ドヤさんの人もね、漫才結構好きだったんですけどね。まあ、いかんせん、こう、なんかこう、ニュースになるような人たちの死って結構早いなっていう、てか、なんだろうな、個人的にこの人著名だよなっていう人って結構若くして亡くなってるなって印象あるよね。で、なんかあの、正直、なんかあんまりその知名度のないって言ったら失礼かもしれないけど、まあ僕世代だとわからないような昔活躍された方々とかっていうのがさ、80いくつとかさ、90何歳とかでお亡くなりになりましたっていうニュースが上がってきたりとかするけど、だからやっぱり、その、平成初期に生まれた人間でも分かるようなくらいの時期に活躍して、あれ浮いてる？あ、二段階で降りるんじゃなかったっけこれ。まあいいや。うん。というような人たちって、やっぱりこう、肉体が酷使されてて、まあ、それがずっと平成、令和になっても続くから、しんどくなっちゃったとかっていうのはあるのかな。まあでも。
寿命って結構その遺伝に関わるところとかもあるっていう風に聞くからね。だからうちの家系なんかも結構その寿命が短い、おじいちゃんもうどっちも72歳とか71歳だったかな、71、2歳とか78歳とかって、まあ今のその平均寿命からするとそれよりも手前で亡くなってるし、親父もなんか78で大腸がんで死ぬんだとかって言ってるけど、なんかもう親父に言うこといろいろ変わるからね、面白いんですよ。昔はその俺は180まで生きるんやって、あそうなったら申し訳ないけど俺たち先行くからねって、親より先死ぬなよって言ってる親からのお願い、それはさすがに聞き入れられんわっつったりとかしてるんですけどね。うん、さてさて、じゃあ、警告をなんとか、ね、抜けることができそうなので、一旦じゃあ警告抜けた先のあの扉開けたところまでやっていこうかな。まあちょっと区切りがいいところまでなってるんですね。まあチャプター1の2、本当はまあひとまとめにやっていこうと思ってたんですけど、ちょっとこのままだと30分くらいの収録時間になるんで、それはちょっと環境的に難しいので、まあその収録環境的に難しいし、またちょっと動画がね、あまりにも長くなると重くなって、ちょっと映像が乱れて、ピーってなる可能性があるから、はい、そこまでちょっとできないということなんでね。はい。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございます。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押して、引き続き、チャプター1の2楽しみにしてるよっていうコメントともにね、応援していただけると嬉しいです。ということで、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。